様、昨日は申し訳ございませんでした。こんなはずじゃなかったんです。いつも通り木曜日の24時からというつもりでおりました。それがちょっと張り切って前回の配信の時に一緒に本日の配信を配信の枠を立てたわけなんですが、その時に一日勘違いしておりまして、今まさに今この時間というつもりで、なんていうか普通に一日間違えまして、25日0時からとしてしまいました。しかも本日のこの謝罪会見なんですけど、ギリギリ25日だよみたいな感じで23時59分から始めるという、そんなせこいことをしたりもしています。本当にすみません。しかも X に先ほど本日、本日23時のタイトルがハッシュタグ西園寺寺世界になっていました。すみません。西園寺寺世界、 VTuber 西園寺寺世界って誰なんだってポストしてから気づきました。でもきっと皆さん気づいてないだろうなと思って、なんとなくしれっと過ごしてしまいました。本当にすいません。噂によりますと、昨日ちょうど今頃ですね、何人かの方がお集まりいただき、このコメント欄でチャット欄で盛り上がってくださったそうです。ありがとうございます。私がいない中待っていてくださった皆さん、ありがとうございます。でもきっと結構早い段階で、あ、またあいつやらかしたなって思っていたと思います。これ2回目です。あ、そうなんです。今ちょっとフラッシュがすごすぎて、以前もありました、こういうこと。なんか本当にすみません。これからは気をつけたいとは思ってるんですけど、気をつけてるんですけど、なんかこうなってしまうんです。しかもこの謝罪しているにも関わる、反省してます。反省してるんですけど、ちょっと顔がにやけてるんです。ちょっと頬をあからめてにやけてるんですけど、反省してます。ようなので、なんやかんややらかしてるんじゃないかなっていうのはちょっと感じております。こいつらちょろいなとか思ってませんか？思ってません。小麦さん思ってません。全然思ってないんですけど、じゃちょっとどうしたら小さいのを入れる、あ、マシモモラティさん、そうですね、大きいのも入れて小さいのも入れるとですね、毎日っていう感じですかね。それで答えになってますかね。記者さん、あ、お子さんに申し訳ないと思わないんですが、本当に
娘には申し訳ないと思っています。こんな母親で本当情けないです。でも娘はですね、ママほどの変態はって思っているぐらいですので、ちょっとしたやらかしはそんなに気にしないのかなと思っていたりします。あ、 PTA の皆さんからのコメントをいただきましょうか。はい、会長から、責任を取って次の PTA 会長をやってもらおう。大変申し訳ございません。私がですね、 PTA 会長をやるとなりますとですね、やらかし度合いがちょっと大きくなってしまいますので、ここはちょっとご辞退させていただきたいと思います。ペンギンの初期ちゃんからもいただいてます。服も空いてますよ。あ、そうですね。服の方も、そうですね。前回副会長だった時もだいぶやらかしてきましたので、それは皆様の平和のためにも、ここは辞退させていただいた方が、辞任という形でよろしいでしょうか。